こんにちは、ハルです。今回は数式を素早く記述したり修正したりするテクニックを演習していきます。表計算ソフトである Excel は関数を使って集めた値を合計したり、蓄積されたデータから必要な情報を検索したり、条件を満たす場合の表現を指示したりすることがよくありますよね。この数式編集についてもキーボード操作だけでサクサクと進めることが可能です。そこで今回は値の計算に不可欠な数式の仕組みと関数の速記述をご紹介していきます。動画の後半では実務で非常に使用頻度の高い if 関数と vlookup 関数をサンプルに数式をスピーディーに入力修正するテクニックについて触れていきます。別の講座で取り上げたセル移動や範囲選択の基本動作、セルのモード切り替えやセル内のデータ編集のエッセンスを余すことなく活かすことができますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。 PC スキル全般を配信するセカンドチャンネルにもお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、本題に入る前に Excel における数式の仕組みと構成についておさらいしておきましょう。そもそも数式というのは数や量を表す値や文字列を計算記号で結んで数学的な意味を持たせた式のことです。Excel でワークシート上に数式を入力する際に考慮すべき要素は大きく4つあります。1つ目は関数です。関数は指定の値や文字列に対してあらかじめ定められた処理を行う機能のことです。Excel には数百種類の関数が実装されています。簡易的な計算式であれば関数を用いなくても数式自体は成り立ちますが、if 関数に代表される論理関数や vlookup 関数のような検索関数は集約された情報の評価や検索が効率的に行える優れものです。サンプルは if 関数を使って達成率が 105% 以上の視点は丸、 105% に満たない視点は×を返す条件を指定しています。2つ目はセル参照です。数学の世界では計算する値を数式に直接記述しますが、 Excel の場合計算対象の値はセルに入力されていることがほとんどです。このセル参照を数式にうまく活用すれば、たとえ参照元の値が変わったとしても参照先の計算結果も自動で更新されるんですね。サンプルでは E3 セルを参照することで E3 セルにある 110% という値が計算対象となっています。ちなみに他のセルにある数式によって参照されているセルを参照元と言って、その数式のセルを参照先と言います。3つ目は演算子です。これは値をどのように計算するか、またどのように比較するかを示す記号のことです。数学の世界で使用されているかけるや割る、ノットイコールといったものの代わりに Excel の数式特有の使い方も用意されています。サンプルでは比較演算子の大なりとイコールを用いて参照したセルの値が達成率 105% 以上であるかどうかの判定をしています。最後に固定値です。数式には固定の値を直接入力することも可能です。セル参照と固定値は計算対象の更新頻度に応じて使い分けていきましょう。サンプルでは評価基準となる 105% や判定結果を直接インプットしています。それでは実際に数式を入力していきましょう。数式の記述は半角入力モードで行います。今回は販売実績の達成率を求めるために D 列の実績値を C 列の計画値で割るという計算をしていきます。最初に E3 セルにイコールを入力します。続けて方向キー操作をするとセルのモードが参照モードになって計算対象のセルを指定できます。まずは D3 セルにカーソルを合わせます。次に割り算を示すスラッシュを入力します。そして方向キー操作で今度は C3 セルを指定します。参照セルごとに色分けされるので参照元がどこにあるかが分かりやすいですよね。最後にエンターで実行すると計算結果が返されます。なお数式をインプットするときは今回のようにイコールから始めることが多いですが、プラス記号やマイナス記号でも計算式の作成が始まるんだと Excel が認識します。特にプラスマークについてはキーボード上のイコールがシフトキーを押さないと入力されないので、点キーが使える環境であれば点キーのプラスで数式を開始するのもおすすめです。続いて数式を修正していきます。誤った数式を入力してしまうと異なる計算結果が返ったりエラーが表示されたりします。 F2 キーで数式を確認すると C3 セルの計画値で割るところを B3 セルの文字列で割ってしまっています。今回はこちらを手直ししていきましょう。一度確定した数式の修正には大きく3つのやり方があります。1つは最初からやり直す方法です。これはまたイコールから始めて D3 セル割る C3 セルと指定するだけなのでとてもシンプルですね。ただ、Excel で扱う数式は、時に多くのセル参照や演算子を使っていて、1から入力し直すことは避けたいシーンもよくあります。そこで2つ目の方法は、参照セル番地を直接記述して上書きするやり方です。F2 キーを押して数式の修正を試みると、編集モードになります。この状態で方向キー操作をすると、カーソルはセル内、数式の中を移動します。
今回の場合は B を C に修正すれば C 参セルが参照されます。参照セルの番地は大文字でも小文字でも認識されます。さらに3つ目の方法はカーソル移動でセル参照をし直すやり方です。F2 キーによる編集モードの状態で修正したい参照セルを選択するか削除しておきます。ここで再度 F2 キーを押すとセルのモードが入力モード、数式の場合は参照モードに切り替わって方向キー操作によるセル参照が有効になります。 C 参セルを指定して Enter で決定します。最後にこの数式を下方向にコピーします。対象の範囲を選択して書式を含む全てを複製する場合は Ctrl-D、 数式だけをコピーする場合は F2 キーを押して Ctrl-Enter です。合わせて押さえておきましょう。一通り数式入力と編集の基本操作が確認できたところで関数の演習に入ります。ここまで触れてきた簡易的な計算式と同じく関数も直接書き上げることが鉄則です。実務でよく使う関数の構造を押さえておけば関数の挿入機能を使わずに効率的な入力作業が可能です。 if 関数と vlookup 関数をサンプルに関数の速記術を見ていきましょう。まずは if 関数です。 if はもし何々だったらを意味する英語です。ここでは販売実績の計画達成率に応じて返す文字列を指定していきます。もし実績が計画比 105% 以上であれば丸、 105% 未満であれば×と表現する設定をします。こちらから与えた条件を満たしている場合と満たしていない場合の処理を分岐させることができる関数なんですね。条件分岐を論理的に行う役割から論理関数に分類されます。イコールに続けてアルファベットの i を入力します。 i で始まる関数の候補がヒットしてリストの一番上にある if 関数が選択されます。この状態でタブキーを押すと関数が挿入されて引数のガイダンスが展開されます。第一引数の論理式には e 参セルを参照して大なりイコール 105% と入力します。これが条件分岐の基準となります。この 105% の部分については表の欄外に基準値をインプットするセルを用意してそのセルを参照するという形式でも OK です。もし評価判定の基準が変わったとしてもそのセルの値を変更するだけで if 関数で返される結果も自動で更新されるんですね。続けてカンマで区切ると第二引数に移ります。ここでは第一引数の条件に当てはまる場合 105% 以上を満たす場合丸を返したいので丸とインプットしてカンマで区切ります。数式に文字列を直接入力するときは必ずダブルクォーテーションマークで囲みましょう。続く第3引数も同じです。今度は条件を満たさない場合に返す×をダブルクォーテーションマークで囲ってインプットします。 if 関数の構成要素は全て設定できました。最後に計算を実行する際関数の中にさらに関数がネストされていたり一部の数式が優先計算のために独立していたりして20、30と括弧を使用している場合はその数だけ括弧を閉じる必要がありますが今回のように括弧の範囲が1件しかない場合は末尾で括弧を閉じることなく Enter で実行できます。 A 視点の達成率は 110% ということで条件を満たしていますね。通してやっていきましょう。 if 関数は指示したい内容を頭の中で唱えながら入力していくとスムーズです。もし E 参セルの達成率が 105% 以上であれば丸を返してそうでなければ×を返してほしい、こんなイメージですね。作成した数式は他の範囲にコピーしておきます。続いて VLOOKUP 関数です。 VLOOKUP 関数の VLOOKUP は Vertical Lookup の略で垂直に調べる、見つけるという意味です。ここでは指定した管理番号を検索して該当する価格や生産国の情報を一覧表から取り出していきます。こうした商品リストや名簿において検索したい文字列または値を縦方向に探して一致するデータを見つけたらそこから横に何列進んだお目当ての情報を抽出する役割を持っているんですね。 VLOOKUP 関数はインデックス関数やマッチ関数、XLOOKUP 関数とともに検索関数に分類されます。イコールに続けて VL とインプットすると VLOOKUP 関数が候補として選択されます。タブキーを押して関数を展開します。第一引数は検索値です。今回の場合は管理番号を検索しますので方向キーで E3 セルを参照してカンマで区切ります。続いて第二引数は範囲です。第一引数で指定した管理番号と取り出したい情報が掲載されている検索対象範囲を参照します。セル移動と範囲選択の基本操作を使いながら該当のデータ範囲を指定してカンマで区切ります。この時検索値である管理番号が必ず範囲の左端に来るように選択しましょう。続いて第三引数の別番号です。現在関数を入力しているセルには価格の情報を返したいので範囲における検索値の列から数えて1、2列目からデータを取り出すことになります。したがって2と入力してカンマで区切ります。最後に検索方法です。ここでは完全一致のフォルスを指定しますがフォルスの指示は数字の0で代用できます。 VLOOKUP 関数の第4引数には0を直接入力する癖をつけておきましょう。 Enter で決定すると PC-009 の価格情報が返されます。
さて、完成した数式を縦横すべての欄にコピーしてみます。すると一部の検索結果にエラーが返ってしまいました。この原因は大きく2つです。まず、数式を下方向にコピーしたことで、参照元の検索対象範囲も下にスライドして、検索値である PC001 が範囲から外れてしまっています。また、数式を右方向にコピーしたことで、管理番号の欄で固定しておきたい検索値も右にスライドして、意図しないセルを検索値として参照してしまっているんですね。このように、参照元が固定されない参照方法を相対参照と言って、参照元を固定する参照方法を絶対参照、または複合参照と言います。入力した数式を他の範囲にコピーするときは、共通の参照セルや参照範囲がずれないように工夫する必要があります。参照方法は、数式内に指定したセルまたは範囲の列番号、行番号の前にドルマークをつけることで変更できます。この切り替えは F4 キーで行います。まず、第2引数の範囲を修正します。F2 キーで編集モードにして、第2引数にカーソルを移動します。検索対象範囲は数式を下方向また右方向いずれにコピーした場合でも一切ずれてほしくないので、列番号も行番号も固定する絶対参照にします。ここで F4 キーを押してみましょう。するとカーソルが接触している C12 セル範囲の末尾にあたる行列番号だけが絶対参照になりました。数式を初めて入力した時に F4 キーを使っておけばまとめて切り替えることができますが、今回のように事後的に編集している場合は、始点と終点のセル番地にそれぞれカーソルを合わせて参照方法を一つずつ切り替える必要があるんですね。こんな時はセル範囲参照を示すコロンの部分を選択した状態で F4 キーを押しましょう。これによって第2引数の参照方法をまとめて絶対参照に変更できます。続けて第1引数の検索値の参照方法も更新します。検索値の場合、数式を下方向にコピーするときは参照元もスライドさせたいんですが、右方向にはずれてほしくないんですね。そのため列番号だけを固定する複合参照にしていきます。第1引数にカーソルを合わせて F4 キーを3回押します。列番号の前だけにドルマークがついたら Enter で決定しましょう。試しにこの数式を下方向にコピーします。すべての管理番号の価格情報がうまく取り出せていますね。さて、ここでもう一つ注意が必要です。この数式を右にコピーすると、検索値と検索対象範囲の参照はうまく固定できていますが、第3引数の列番号が2となっています。固定値で入力した列番号は、どの方向にコピーしたとしても2のままなんですね。そのため、最初に数式を1つだけコピーして、あらかじめ列番号を修正した上で下方向にコピーするようにしましょう。これによって、各管理番号の情報を正しく取り出すことができました。通してやっていきましょう。この VLOOKUP 関数も IF 関数と同じく指示したい内容を頭の中で唱えながら入力していくとスムーズです。VLOOKUP 関数で管理番号を一覧の中から見つけたら、そこから2列目の情報を取り出すといったイメージですね。この VLOOKUP 関数は検索値が必ず範囲の左端にないといけなかったり、横方向にコピーした際に列番号も柔軟に更新するにはどうしても一手間二手間かかってしまったり、エラー対策に IF エラー関数へのネストが必要だったりと、 XLOOKUP 関数に比べて課題の多い関数ではありますが、今回はあくまで数式の記述と編集がテーマなので、検索関数自体の様々なテクニックはまた別の機会に演習していきましょう。以上のように今回は数式を素早く記述したり編集したりするテクニックをご紹介しました。本日取り上げた一連のキー操作を通して関数の基本構造や効率的な編集方法を押さえておけば、数式入力に対する苦手意識も低減できますので、積極的に実践していきましょう。そして今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。